はい、こんにちは、レトスノーです。今回は事前届けでの概要について解説いたします。以前はですね、事後届けでの概要について解説しました。まだそちら見ていない方はそちらを見ていただいた後にこの事前届けでの概要を見た方が、分かりやすいんじゃないのかなと思います。で、まず事前届けでなんですけども、事前届けでが必要な場合っていうのは注視区域だったり監視区域内において土地の売買契約等をする場合なんですね。なので注視区域でもないし監視区域でもないっていうのであれば、通常は事後届け出をすれば大丈夫なんですけども、注視区域ない監視区域ないであれば、これは事前届け出の対象となってきますので、まずこの点注意しましょう。で、注視区域と監視区域の違いについてはですね、監視区域の方がより地価が高騰する可能性が高いものだって考えてください。つまりもうちっちゃな土地の取引だったとしても、それが原因で周りの周辺の土地の地価が一気にバーンって上がっちゃうような、そういったところが監視区域と考えていただければと思います。で、注視区域についても、地価が高騰する恐れはあるけれども、監視区域ほどではないよっていったイメージで大丈夫です。で、こういった注視区域または監視区域において一定面積以上の土地について売買契約等を行う場合、契約当事者、これは売り主とか買い主ですね、は事前に契約前に知事に対して届け出をしなければなりません。つまり届け出義務者っていうのは契約当事者、売り主、買い主双方が事前届け出をしなければならないよっていうことなんですね。事後届け出については権利取得者、つまり買い主だけ届け出をすればよかったんですけども、事前届け出については契約当事者、売り主も買い主もどちらも届け出しなければいけません。この点注意してください。また事前届け出と書いてある通り、これ事前に届け出が必要なんですね。これは契約より前に届け出をしてくださいねっていう意味です。で、届け出先っていうのは知事ですね。で、これについては事後届け出のところでもお話ししたんですけども、市町村長を経由して知事に届け出をします。この点も一応頭に入れておきましょう。で、この一定面積以上っていうのは注視区域と監視区域で違うんですね。これも以前の動画でお伝えをした内容なんですけれども、注視区域については事後届け出の一定面積と同じです。市街化区域であれば2000平米以上について売買契約等をする場合は事前届け出が必要ですよ。市街化調整区域とか非線引き区域については5000平米以上が事前届け出の対象ですよ。都市計画区域外については1万平米以上、つまり1ヘクタール以上の取引について事前届け出の対象になってきますよってことですね。で、一方で監視区域については都道府県の規則で定めた面積、それ以上であれば事前届出が必要になってきます。例えば都道府県の規則で市街化区域内については100平米以上の取引について事前届出をしてくださいねみたいな感じで定めてくるんですね。なんでこれ都道府県の規則で定めるんだってことを頭に入れておきましょう。で、届出の内容ですね、事前届出の内容についてはこれは事後届出の内容とほぼ一緒です。事後届出の場合は実際に契約した取引価格、これを記載するんですけれども、事前届出についてはまだ契約してないわけなので予定対価の額を記載します。届出書に記載するってことですね。いくらで取引するのかっていう予定価格ですね、これを記載する届出内容としているということです。また土地の利用目的、これも届出内容です。届出書に記載しなければなりません。これ事後届出と一緒ですね。で、ちょっと具体例見ていきたいんですけども、 A さんが市街化区域内の2000平米の土地を持っていました。で、この土地については注視区域に指定されていた土地なんですね。で、この土地を分割して B さんに1000平米、 C さんにも1000平米売却する場合を考えます。で、この場合なんですけども、権利取得者については1000平米しか取得していないんですよね。なので事後届出の場合はこれ事後届出不要になるんですけども、事前届出の場合は売り主が売った土地、買い主が買った土地、
全てを確認してどれか一つでも一定面積以上に該当すれば、これ事前届出が必要になるんですよ。で、今回 B さん C さんっていうのは1000平米、市街区域内1000平米なのでこれ該当してこないんですけども、A さん、売った土地については、この市街化区域2000平米、これに該当してくるんですよね。ってことは、これ事前届出が必要ということになるんですね。で、その場合、じゃあ誰が事前届出をしなければならないのかっていうと、契約当事者全員です。つまり、A さんも B さんも C さんも、全員が事前届出義務者になるんですね。全員が事前届出をしなければなりませんので、この点注意しましょう。事後届出とは違うので、この点は絶対に頭に入れていただければと思います。で、事後届出と違う部分については、まずはこの一定面積について、監視区域については、これ違いますよね。こっちが事後届出のルールです。まあ、事後届出および事前届出の中止区域については、この面積を使ってくるんですけども、監視区域については具体的には決められていなくて、具体的には都道府県の規則で定めるんだっていうところですね。まずこれが違いますね。まずこれが事後届出と違う部分です。届出義務者も事後届出と事前届出では違います。事後届出については権利を取得した人、飼い主が事後届出をすればいいんですけども、契約当事者全員が事前届出をしなければなりません。この点も違うので注意しましょう。あとはまあ契約前か契約後なのか、まあ、これ当然ですよね。まあ、その名の通りですよ。事前届出は契約前に届出をして、事後届出については契約後、まあ、2週間以内なんですけども、2週間以内に届出をしなければいけない。まあ、こういった違いありますので、この点、違い整理しながら頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。